無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM 宜野湾を選曲してください。はい、ということで、5月最後の放送になりましたけどね。いいですね。この番組はですね、毎週、決まったお題に沿ってですね、リスナーの皆様から、リクエストを募集する番組になっております。でですね、番組の最後に、今週のリクエストショーという形で、お一人様リクエストをいただいた方の中から、一人選ばせていただきます。はい、で10回選ばれますと、なんと3万円相当の旅行券か、はい、同じく3万円相当のビザの、商品券、はい、どちらかを選んでいただく権利が獲得できるという、すごいよね。そういう番組になっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん、リクエストよろしくお願いいたします。今週のお題はですね、映画のサントラミュージック、はい、サウンドトラックミュージックですね。先週に引き続きなんですけれども、はい、2週目ということで、今週も皆様からの、リクエストお待ちしております。さあ、もうツイキャスの方はね、とても賑やかになってきておりますけれども、はい、まずは今週のミュージックバー F のライブ情報をお届けいたします。29日火曜日、本日ですけれども、今日は飛び入りオープンステージということになっております。そうですね、はい、で、お店も開いてますしね、はい、ライブのチャージはもちろんないですので、ぜひぜひ、ステージでギター弾きながら歌ってみたい方、遊びに行かれてください。そしてですね、31日木曜日、比嘉義弘木曜定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円です。そして6月1日金曜日、さつきライブ、ご存知の方も多いと思いますけれども、ズーのさつきさん、はい、ですね。でね、与那覇蘭さんがギターサポートで入りまして、うん、はい、お二人での、ライブになります。こちらオープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ2000円です。そして土曜日、ひとしライブ、こちらオープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円となっております。以上、今週のミュージックバー F のライブ情報でした。ちょっとストリーム、この番組は株式会社チュラの光、カーショップ ABS、アメク訪問介護センター、以上のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。スペリさんから関西大輝さん、キャンディ君、そして総裁こんばんは。ちょっとブルガリさん来たぜ、毎度こんばんは。下ネタ大賞を狙ってマフブルガリと申します。先週ね、そうなんですよ、寂しかったで。そして、初心者さん、初見です、開催ということでありがとうございます。もしね、よろしければ、今日のお題は、映画のサウンドトラックミュージックということで、ね、いろんな曲ありますので、はい、リクエストいただければと思います。じゃあ、もかさん、皆さんこんばんは。こんばんはです。こんばんはです。で、総裁参上。で、熊田龍神、松川さん、笠田滝さん、こんばんは。ありがとうございます。失礼します。はい、チーズ。ありがとうございます。大吉さん来たにゃ。ね、先週旅行で、はい、そうなんです。ね、うん、どちらに行かれたんですかね。うん、この番は皆さん気になるね。ケイロリンスマイティウィングスリクエスト、いろいろ参加しました。2人目生まれるみたい。あ、今日、うん、お今日というか、まあ、昨日が今日か分かんない。うん、ブルベリさんトップガン好きやもんな。あ、ギノフタルさんこんばんは。こんばんは、カンサタルさん、キャンさん、こんばんはです。ありがとうございます。ツイッターさん受信というか、リクエストお願いします。ジャニスリトル、はい、ジャニスリトル5枚です。
ショートストリームをお送りしております、はい、今日もね、うん、映画のサントラということで、はい、続々とリクエストをいただいておりますけれども、まずはですね、もうね、映画のサントラの代表曲と言ってもいいのかな、この曲をお聴きいただきたいと思います。どうでしょう。はい、ちょっと待ったがかかりました。今ちょっとあのフリーズ起こしてたんで。あ、そうなんだね。大丈夫です。はい、はい。来たね。こいつのかっちゃんの瞬間変化な。こいつのかっちゃんさんのあ、これこいつそうです。うん、こいつかっちゃんさんからリクエストいただいて。あ、銀のホタルさん、メール送ったんですよ。メール来てないですね。何かこちらの不具合ですかね。8時55分のこっちは最後になってます。業務用のメールも来てないものがあるので、ちょっと。ああ、そうなんですね。はい。初心者さんが第三の男。ああ、見たな私これ。あ、ケニー・ロギンスがね、黒川さんはマイティ・ウィングス。サントラでフレディが発想として歌ったラッキーズをリクエストします。あ、ラッキーズ。受けてるのないですよね。ではこちらで、皆さん知ってるかな、この映画赤い砂漠、1964年製作、その挿入歌、動画タイトルの赤い砂漠をお願いします。ちなみに赤い砂漠は科学で使っているラジオネームです。え、そうなんだ。そんなにお好きなんですね。赤い砂漠、先週も言ったけど、題名の映画、友人のさやさんから来てますね。何、天の茶漬け主題歌の、ミス王者、翼、翼、ミス王者、翼、王者、翼、沖縄市で撮影された天の茶漬けですね。ね、この映画の舞台はコザですよ。主演、ヒロインの大野いとさんにはお会いしたことがあります。あ、そう。はい、そのスキャンさんと主演してるんでしょ。はい、まもなく曲が終わりますね。
ということで、はい、先週ね、恋するかちゃんさんからリクエストをいただきました、はい、映画タイタニックの主題歌、うん、セリーヌ・ディオンでマイハートウィルゴーオン、ね、いいね。これもう20年ぐらい前になるんですか。え、そんなになるかな。だと思いますよ。僕学生の時ですからね、タイタニック。そう、はい、20年以上前ですよね。なんか全然以上かな、ちょうどぐらいかな。まあそんな感じです、うん、はい。まあそうしている間にもリクエストが続々と入ってきておりますけれども、はい、キャンさんどんなですか今日の検索具合。そうですね、割と今進んではいるので、ですね、まあ、まだ終わってない感じですかね。いや、今準備できてる曲3つぐらいあるので。あ、はいはい、はい、チープトリックの右、ブルガリさんから、はい、リクエストいただいた曲がケニー・ロギンスだったんですけど、グループ名チープトリックみたいで、トップガンの、はい、マイティウィングス、はい、ものに入っている曲ですので、こちらで間違いないと思います、はい、了解です。では、マイティウィングスお聴きください。なんか騒がしいですね。おうちの百貨店じゃん。あ、なるほど、うん、夕方よく鳴らすやん。自分、あれなんですよ、全然止められたことないんですよね。こんなに怪しい格好ばっかりしてるのなんでか、なんでですかね。マスクして、普段のマスクじゃなくて、ツイキャス、LINE で使ってるマスクをしながら運転したことがあるんですけど、それでも呼び止められたことないですね。多分ね、止めたら面倒くさそうだと思われてるんじゃないですかね。大丈夫なのかな、ちょっと治安を守られてるのかなって時々不安になりますけど。まあでもね、止められるよりもね、はい、止められない方がいいです。まあその方がいいですよね。映画中丸子ちゃん、西城秀樹は走れ正直者ツイートを兼ねてリクエスト。そうそうなんです。それ。今ですね、曲自体は、その大吉さん、マクロスのサンドラ、どれを覚えていますか。すごいな、30年以上前のさ。今用意できているのが、モカさんの、モカさんね、はい、ジェニス・ジョプリンのサマータイム、サマータイムも準備できていますし、で、シュプリームさんのフレディ・マーキュリー、はい、ラブ・キルズも OK です。で、あとはミス・オージャの翼も大丈夫です。さすが総裁、僕も実は頭を振りました。何の主題歌？ラプール、ピカレスク。初期のスターです。ねえ、若かったですからね、最初にできてね、うん、うん、あ、トップガンって本当にいい曲ばっかりあるね、うん、テリア凛介さんのうんたまぎるの歌をないですね、これは初心者さん結構怖いですね。凛介さん、東須さんが真似してますね、いるんですよ、赤い、黄色いのぐらいのことで真似する人がね、はい、いらっしゃるんですよ。マクロスのサントラ、はい、覚えていますか。飯島真理さん、やっぱり箱から出てくるのがありますね、こんな、あ、すごいな、落ちてるかな、マイクあげますね。
ブルガリさんからリクエストいただきました、マイティウィングス、トップガンの、ね、はい、中で使われている曲、はい、お届けいたしました。さあ続きましてですが、モカさんからリクエストいただきました、ジャニス・ジョプリンのサマータイム、こちらをお届けしたいと思います。もうプロどころの話じゃない。彼の歌ですね。ね。しかもニューヨークの地下鉄のところにずっといて、10年ぶりに行ってもまだそこにいるっていうのはすごいね。すごい生存能力です。地下鉄って危ないでしょ、だって。危ないです。ニューヨークですよ。ね。すげえ。初心者さん。こんなにだって。あのになりたい、まあ、ナトキンボールとかね、うん、ね、うん、かっこいいの、ね、そうやそうですね、これすごいな、そう、すごいの、ね、この曲絞り出すような歌。ウィリーさんのサマータイムもあるけど、うん、これはもっとすごいな。ジャニス・ジョプリンってジャンキーだね。レオン・ラッセルにも歌ってほしかった。うん。どうなるかな。できたのですが、使わなくなった路線に数千人が住んでいるらしいです。へえ、そうなんだ。なんかドラマであったりするけどね。数千人って数はすごいよね。うん、一つの街ができてる。へさんさん、ギャランドゥと名付けたのはユーミンみたいですよ。お疲れ様です、いらっしゃい。いきなりそこから入ってくるから、うん、終わりますね。はい、かけます。うん、どうですか。あのサマータイム、私も大好きなんだけどさ。はい。極めつけだね。チャニス・ジョプリン。うん、ちょうどね、あのサイケデリックっていうかね。サイケデリックの流行った頃の時代だよね。うん、すごいですね。うん、いやいやいや、サマータイムね、本当にね、いろんな方がね歌われて、うん、ね、いろんな歌い方ありますけど、これは本当にショッキングというか、ね、うん、パンチの効いた歌い方で、うん、素晴らしいです。モカさん、ありがとうございました。はい、さあ続きましてですけど、シュプリームさんからリクエストいただきました、
クイーン、まあ、フレディ・マーキュリーですね。どちらかというとフレディの、はい、フレディがソロで、ね、歌ってる、ラブ・キルズお聴きください。あのなんかこうフレディの特徴あの歩き方やそうそう、そうさえ豆知識対決になってますね。ディート。確かに。すごいですよね。取ってつけたような胸毛ですよね。おさ。で白のさタイツのあのあれにこう胸元が開いてるじゃない。そうそうそう。でそれにわざわざだよね。母さん、初心者さんから、はい、テリアリンスケさんのウンタマギルの歌ってリクエスト来てるんですけど、うん、タイトルわかります？わかん、初心者さん、タイトル…ウンタマギルじゃないの？ウンタマギル…ですかね。映画のタイトルはウンタマギルなんですよ。ああ、ウンタマギルの歌って、ウンタマギルの歌なんですかね。歌多いんですよ。どうなんだ、わかんないけど金月のフレディ・マーキュリーのモノマネが神レベル。確かにすごい。最後映画の純粋に最高、お酒飲みたくなった。早々にリクエストさせてありがとうございます。でもすいません、私もよくわからなくてごめんなさいね。映画のタイトルわかるけど曲のタイトルわからない結構あると思います。あるよね。もう調べしてるんですけど、なかなか曲名が出てこない感じ、ね、この映画に関する情報が少なくて。ああ、そうなんだ。13日の金曜日にマイケルとクイーンが対談をしたら、その名もジャクソン VS フレディですね。じゃ引き続きちょっとじゃあ探してみましょう。ジャクソン VS マイケル VS フレディでええやんか。ジェイソンじゃないけど、ジェイソン VS フレディがありましたね。ヨナギの好きそうな曲、これ堀井重子さんの君の名はあるかな。あ、小泉かちゃんさん、こんばんは。こんばんは。先週リクエストいただいたセリーヌ・ディオン一発目に流させていただきました。君の名はかもしれないですよ。いいな、フレディ。すごいな。あ、クイーン大好きだもんね。はい、大好きです。クイーン自体も日本大好きですからね。うん、ね、フレディが亡くなった時は本当に衝撃でしたよね。は？あ、ブルクリさんから花火いただきました。ありがとうございます。みんなが女装してやるのがあれじゃない。はいはいはい、プロモーションビデオでしょ。うん、あれ面白いよね。ああいうところがね、うん、素敵ですよ、うん、海外のバンド。まあ、クイーン。コンティニコインいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれですね、サウンドはもうね、まあ、クイーンサウンドですよね。うん、マイクに切り替え。はい、ということでシュプリームさんからリクエストいただきましたフレディ・マーキュリー、ラブ・キルズお聴きいただきました、うん、ね、うん、僕なんていうのかな、まさにフレディでしたね。フレディでした、はい。さあ、続きましてですが、どうでしょう、キャンさん、次何いけますかね。
次なんですけど、はい、そうですね、熊本バッテン龍神雅也さんからリクエストいただきました、はいはい、水王者の翼とか、はい、いかがでしょう。はい、ではですね、熊本バッテン龍神雅也さんからのリクエストをお聞きください。大丈夫です、この後 CM 行きます、うん、この後 CM でお願いします、はい、で今用意できているのが、愛覚えていますか、赤い砂漠、あと走れ正直者ですね。はい、こんな中になりそうだけどな。知らない？うん、ちびまる子ちゃんのエンディング知らない。交差点で100円拾ったよって最初聞いてきよった。あ、そうなの、うん、それは知らなかった。素晴らしい歌唱力に涙が出ました、うん、いいですね。大阪のライブに行ったってよ。いいな、全然違うだろうね、うん、やっぱり。すいません、やっぱうんたまぎるちょっと探してみたんですけど、ちょっと情報がないですね。あ、リンボーさんに聞いたら分かるんだろうね。ね、うん、みんすけさんのうんたまぎるの歌ってどんな歌ですか。あ、これの4分過ぎからの曲みたいですが。どうもです、キャンさん。今日ですね、あのメールを送っていただいている方、うん、大変申し訳ございません。メールが届かないみたいなんです。ということはラスキチさん。そうなんですよ、ラスキチさんがね、うん、不具合あるみたいなので申し訳ないですね。ね、でもしかしたら進撃のめちゃんさんなんかもね、メール送られてるのかもしれない。そうですね、マイケル・ジャクソン、プリンス、ポリトリ・ヒューストン、ね、ポリトリ・ヒューストンもね、そうだね、もうとても残念だった私。カレン・カーペンターも、あ、そうそう、カレンもそうなんだよね。新作ショックでした。あれ、あ、ちょっと待って、何年前、カレンはもう、カレンも20年以上になるでしょ。で、生まれてた、生まれてる頃じゃない、ふを聞いた時は、新作ショックでしたって、いくつよ、いつ頃じゃない、ただ神一つマストヤリの声は人間がポチよりともアルファ派が出ているらしい、ね、うん、そうですよね、あの宇多田ヒカルの時にね、うん、言ってもそれがね、うん、あの
なってる。タコ八郎の早死にでしたね。そう、タコ八郎さんも突然亡くなった感じでしたね。うん、すごいよね、声からアルファ幅が出るっていう、うん、癒し、どんだけやん、癒し系の声、うん、彼なんかほら、はい、では一度 CM 行きまーす、はい、とても発音が綺麗じゃん、波長がね、うん、彼はね、なんて聞き取りやすい英語なんだろう、そう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 、あ、すいません、ちょっとYouTube のあれを聞いておくんで、もし時間、僕気づきなかったら教えていただいていいですか、初心者さんが載せてくれてるので、はい、ちょっと確認しましょう。アメリカのホイットニーの出待ちをしたんですが、リムジンとかじゃなく、アストンマーチンを自分で運転して出てきて美人でしたよ。まあね、出待ちで見れるっていうのがいいよね、それね。ねね、もうトランクに入っていくよみたいな。俺の声からはセクシービーム出てないかなんで、なんでそこでセクシービーム必要なんですかもうね、ブルガリさんなんかもね、うん、なんか出てそうですよ、うん、ブルガリさんはオーラが出てる、どんなオーラ、うん、ふんっていうの、ピンク、ピンクのオーラ、うん、すごいね、それさっきのあのニューヨークのあの地下鉄のところで10年間同じ曲歌ってる人と一緒で、あの人はね、紫、紫、オーラが出てる、うん、どんなところでやっていける感じの、どういうイメージなの、ブルガリさん、映画マリリンに会いたいの、荻野目洋子さんのディア、コバルトの彼方へ、でも近い、ブルガリさんの声からはそれダメでしょ、これから、キャさん大丈夫ですか、はい、はい、ちょっとそれ今お届けしております、はい、ね、うん、さあ今日もたくさんリクエストいただいておりますけれども、続きましてはですね、総裁からリクエストいただきました、もうあのね、追悼の意味も込めまして、西城秀樹さんの走れ正直者お届けしたいと思います。今日の下ネタショーは俺だなそっちに行きますかブログでさんが撮る予定だったらなかったかな、懐かしいね、もう自分たち世代ですから、ね、ちょうどこれが使われてる頃の子供ですから、小学校ぐらい、そうですね、私ちんまる子ちゃん見てないんだ、分かんない、あなたは家に帰ってないでしょ、帰ってないもそうだけど安心してください、全身でも嫌でも出てますよ、安心すること総裁的に走り正直もキャンプ追悼サービスで音聞かせてくれ外を寝かせてくれ、うん、でさあそこはね、キャンさんにお任せくれ、あ、俺2番聞いたの初めてだ、な芝居うんたまぎる、テレビ版は芝居の一部と主題歌、レコード家にある、すごい、さすが銀の歌さん、銀の歌さんすごい、どんなのから聞きたいよね、うんたまぎる、それを F 軍の一の揺らぎと言うみたいです、ちなみに清水美智子さんがユミンのモノマネしてる時も出てるみたいですの、デスノって何か
初心者さん申し訳ないです、ムルわからんって曲まで分かったんですけど、ないようです。あ、はい、分かるのがつばだらけになったじゃないですか。ライブラリーでもストリーミングでも見つかりませんでした、申し訳ないです。なんかね、さっきのサバタムがさ、ずっと頭に入ってさ、うん、そしてその第3の男は、第3の男、うん、第3の男どちらですか、ね、一番最初にリクエストを、一番最初に、うん、いいですよ、できれば第3の男をザ・サーマンをかけてちょうだい。第3の男は誰の曲ですかね。あ、ちょっと今日の自分の場所決定だな。もう一曲リクエストいいかなって、かっちゃんさん、サザンオールスターズですかね。一旦とりあえずマイクを上げます。はい、ということで総裁からリクエストいただきました ね、西城秀樹さん2番初めて聞いた、まあ、2番初めて聞いたんですけどね、うん、走れ正直者、うん、もう突然だったんだよね、みんなもうなんちゅうのかな、びっくりっていうしかない感じですよね、うん、せっかくね、復帰して頑張ってたのね、はい、うんうん、ね、だけど歌が残ってるっていうのはね、いいことじゃないかなと個人的には、うん、思う今日この頃です。さあ、続きましてですが、猫の大吉さんからリクエストいただきました。飯島麻里さん、マクロスのテーマ、うん、ね、マクロスアニメがありました、愛覚えていますか。リクエスト、南野陽子、ハイカラさんが登録をこうするから、あ、私好きでした、ずっと漫画読んでた。バッサーフの漫画さん、1949年サード、こっちですね。南野陽子、ハリー・ライン、テーマバイアントン・カス。アントン・カラス、はい、オッケーです、あります、ありました。ん、第3の男はインストルメンタルです。そうなの、ビールの収納使うことですね、オイオンではないですが、そうですね、あのね、うん、さっきのサマダムちょっと戻っていい、はい、すごいんだけど、サマサマサマタイムって歌うじゃん、うん、あれってあのサラボーンって、5、60年代のまあ、ジャズのね、うん、スタンダード歌手なんだけど、あの彼女もダイナミックに歌う。キャンさん、そのまま赤い砂漠行けます。はい、行きます。じゃあ繋げていきましょう。お願いします。赤い砂漠2分43秒なんで、はい、いいよ、今日はリクエストないんですよね。はい、かっちゃんさんからの、ちょっと待ってよ、何回も見ます。ビーバップハイスクールはありました。ビーバップハイスクールはありました。ハイカラさんが通るはダウンロード必要なので、ちょっと時間かかります。あ、一回曲止めないとダウンロードできないので。ああ、そっか。ハイカラさんは誰だっけ。ハイカラさんが通るはこいつのかっちゃんさん。ああ、そうです。どっちがいいか選んでいただければ、赤い砂漠の後までには多分準備できてると思います。ハイカラさんが通る、ディーラップハイスクール、こちらへ。私、あのハイカラさんのトールは漫画でよく見てたんだけど、中山美穂か、南野陽子か。あー、これ南野陽子なんだね。
できるもの探し。あの早川さん通るのね、うん、主人公かっこいいの。あ、みちおとさんこんばんは。あ、みちおとさんやっと見れた、もうすぐ終わっちゃいますねって。いや、ありがとうございます。じゃあ、小石かっちゃんさんのはビーバップでいいかな。中山美穂さんの方で、先週に引き続き映画のサントラになってます。お題なので、小石かさん、もしリクエストあればお願いします。まだ大丈夫よね。あと1曲は大丈夫。ちょっと待って、次、大地さん、赤い砂漠続けるんですよ。あ、こっちなの、うん、赤い砂漠何分あるのかな。2分40秒です。あ、結構短いんだ。リパップは流れるんですか。流れます、うん、流れます、流れます。おぉ、今日今のでハイカラさんも一応いけるようになりました。あ、ありがとうございます。だけど、みちょ太さん的にはね、ビーバップ聞きたいっぽいですのでね、そっちがいいのかな。これはビーバップを流して、もし時間的にラストエンディングだったら、いけるんであればエンディングでハイカラ使いましょう。あ、そうですね、うん、聞きたい。ハイカラさんのかっこいい人を美人に調べましょうか。あ、そう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 、そう、軍人さん、おお、当たり、かっこよかったですよね。あれですよね、映画版はあの大根役者ってすごい怒られた阿部寛ですよね。阿部寛さん、あ、そうなのらしいですよ。スレンダーでかっこよかったんだから。あの、ね、めちゃめちゃあのモデルからだから引っ張られてやったんですけど、初体験だったらしくて、この演技が、あ、すごい大根役者って言ってすごい叩かれたらしいです。今では考えられないですけど。そうだよね、名俳優ですからね。うん、まあでもね、皆さんね、そういうことがあるんですね、最初はね、うん、すごい。インストラメントの特集とかどうですか。そうですね、インスタの、ね、特集もね、あ、特集そうなんですけど、ね、寝そう寝そうっていう前にどうかインストってたくさんある。いや、あ、それだったら、ガンガンノリノリな、あの哀愁のヨーロッパを聞きたい。 あ、そっか、はい、僕とかは結構よく聞きますよ。阿部寛、黒テントで鍛えられましたね。あら、十郎さんに。そうなんだ、インストそうだ、やってみたら。はい、じゃあ間もなくあと40秒ぐらいで赤い砂漠が終わります。ありがとうございます。銀の蛍さん、おって言ってくれてるってことはあってたんですね。はい、よっしゃ、頑張った いいですね、この頑張った甲斐のある反応をしていただくの嬉しい。本当にいいです。結構いつもシビアで、今日も写真撮ったにもかかわらずフェイスブックあっきりしてるまた後で怒られるパターンですよ。お前いつもやらんよなって。いいと思います。次何やるって言ったっけ僕。一応今とりあえずもう終わるので。はい、ということでですね、なんだ、赤い砂漠、そうね、この大吉さんからの、はい、覚えていますか、からの野の中の銀の蛍さん、うん、からのリクエスト、赤い砂漠お届けしました。はい、ね、モカさんからね、あのツイキャスの方でインストルメンタルの特集とかどうですかって分かりましたけど、ね、確かにね、インストもね、うん、やってみないと分からないっていうところありますよね。私はあの、うん、ぜひね、聞きたいのがある、インストもな、うん、
哀愁のヨーロッパ。あは。かっこいいでしょ。うん、かっこいい。うん。うん、それじゃあやってみましょうかね。それもありかも。聞きたいのいっぱいある。ね。うん、さあ続きましてですね。あれ？残ってるの今サードマンと、はい、ビーバップハイスクールですかね。あ、ですよね、はい、ではですね、2曲もう続けてお届けしてよろしいでしょうか。はい、恋するかっちゃんさんからリクエストいただきました中山美穂さんのビーバップハイスクール、そして、初心者さんから、いただきました第3の男。夜空のトランペットもインストルメンタルですね。あ、大好き。あ、こうやって言うと本当インスト面白そうですね、うん、ちょっとストリームっぽい。自分の大好きなインストのバンドで、あのスペシャルアザースっていう日本のバンドもかっこいいですし、うん、あとあの最近は結構 EDM ブームって世界で、ね、はいはい、ダンスミュージックあるんですけど、うん、ああいうのも結構意外とこうインストが多いんですよ。ああ、日本で流行ってないだけでインスト系のダンスミュージックって結構あるので、そうだね、僕の得意ジャンルでもあります。じゃあインスト来週インスト行きますか。いいですね。ね、5月一発目の攻めてみますか。攻めてみましょう。そしてピンクパンサーもインスト。おー、テルマエロマエ、面白い映画だったな。中学の時はクラマはビートアップハイスクールの広島の上位でした。麦畑がズボンはボンタン。ね、怖い人たちはみんな同じ格好をしてるって。たまにね、この短ランがね、ベルトまで届いてない、浮いてる人がいるっていう。わかります？うん、白いシャツが見えてる。あ、ちょっと短すぎでしょ、それみたいな、うん、そんな人もいらっしゃいましたけどね。私のセーブ、セーブは黒白が、あの黒目の方に多かった方たちですかね。あ、でもビーバップのあれはね、うん、そうでしたよね、うん、確かね、うん、チェーン持ってそうだな。現在のドラマのといえば薬師丸ひろ子世代です。探偵物語、南宋里見八犬伝とかもそうじゃないですか。薬師丸ひろ子さん、うん、里見八犬伝、うん、そういえばあれ、あの DVD じゃなくて、うん、あのあれあるよね。なんだっけ。え、DVD VHS、 あ、そうそう、 VHS がうちにあるね、里見発見だよ、ね、ちょっと、あ、お店にね、うん、あ、そうですね、ビデオ、あ、そうよね、あのコメディでね、見ざる聞かざる目撃者っていうのがあったんですよ、うん、それが大好きだったんですけどね。DVD にはなってないのかなみたいな。あ、どこ探してもないですよ。廃れたビデオ屋さんにはあったんですけどね、うん、ダースベイダー、E.T.、エリシャで行こう、ゼンゼンゼン、などもインスト。俺は学校時代の女の子で制服のスカートをミニスカートにしてたら、顔がガンダムのジオングに似てた。あなたがジオングでした。つなげまーす。はい。確かにね、ジオング、ジオング、この曲、つなげてよかったのかな。インパクトすごいですね。クラシックでもあります。うん、な、雰囲気なんかちょっと何か似てる。オーケストラだね。オケですよ。自分は普段これが日常なんですけどね。
あのクラシックね、はい、あのいやあのロックの後にクラシックとかダンスミュージックの後にクラシックとか普通にあの スマホの中をランダムで流してた、はいはいはい、当たり前です。あ、そっか、ランダムにするとね、はい、チャイコフスキー大好き で、であとモーツァルトとかも好きなので、はいはいはい、一通り入ってるんですけど優しい系だね。いいな。いやでも結構激しいですよ。チャイコフスキーとか特に1812年とか、ね、はい、くるみ割り人形とか、うん、でもやっぱりどっちかというとテンポがいいのが好きなんですね。そうですね、ちょっと早い系が好きですね。あとビバルディの春とか一番好物ですね。あいいね。クラシック特集もいつか。クラシック特集なんかもね。はい、まあ、でもクラシックあれなんですよ、特集しちゃうとちょっとまずいのが15分とか長いよね、クラシックはね。チャイコフスキーは冬になると聴きたくなりますわ。なるほど。あ、もうそろそろ時間だね。そうなんですね。これどれぐらいですか。曲自体はあと2分40秒です。2分40秒ということは1分ぐらいしか残んないので、うん、1回後半いいところで1回下げましょうか、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。タイムキーパーしてくれた北さん。3分ぐらいでいいですかね。わかりました。常にちょっと大きめに BGM 撮りましょうね。え、適当に切っていいですよ。いや、切ることはしないんで、BGM 使いますよ。どうも、ビバルディです。あ、ビビル。はい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 。ビールで使われてるっていうのは、そうそうそう。モルツかなんかだったっけ、はい、今のところですね、うん。プレミアムモルツだと思います。あ、そうそう。矢沢永吉の。ああ、はい、じゃあ3分になったので、はい、ということで、本日もお送りしてまいりました、ちょっとストリーム、そろそろもうね時間3分切っちゃいましたね。3分切っちゃいましたんで、うん、まずはですね、来週のお題、発表させていただきたいと思います、はい、来週のお題はインストルメンタルの曲を募集したいと思います。はい、ね、楽しみだな。はい、なので、インストで、よろしくお願いします。さあ、そしてですね、今週のリクエスト賞の発表に行きたいと思います。パンパカポワーポワーパーパーパンパカポワー。今週のリクエスト賞は、はい、ん、初心者さん。お、イエーイ、おめでとうございます。ね、ということでこれね、あの10回選ばれますと、ね、あの嬉しいことがありますんで、嬉しいことがありますんでってね、頑張って座布団10枚貯めてくださいね。今日で1個目ですからね、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そしてですね、ちょっと駆け足になりますけれども、来月6月の30日にですね、ちょっとストリーム、あのこの間ね、もう総裁がね、もう特番やろうって言ってくださったんで、はい、6月30日、決まりました。決まりました、はい、時間はですね、午後7時から12時まで、深夜0時まで、はい、5時間、5時間、はい、たっぷりお届けしますので、詳細はね、また来週にでもお届けしたいと思います、はい、皆さんまたよろしくお願いいたします、はい、さあ、それではですね、今日最後の曲は、なんだっけ、小石ルカちゃんさんからリクエストいただきました、ハイカラさんが通る、はい、こちらを聞きながら、お別れしたいと思います、皆さんリクエストありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとストリーム、この番組は株式会社チュラの光、カーショップ ABS、 アメク訪問介護センター以上のスポンサーの提供でお送りいたしました。
シュプリさん、ブルガリさん、初心者さん、モカさん、ジョトスリム総裁、ノートバテミュージーマサヤさんで、この大吉さんの中の義のおたくさん、恋するかっちゃんさん、みちょおたさん、まさかつみやきさん、皆さんリクエストありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週。ねえ、イベントがすごいですよ。はい、うん、楽しみにしてください。お時間スペシャル。皆さんもスタジオに来てね。